あ今日も一緒に体を楽しく動かしていきましょう。まずは伸び伸びと背伸びの運動から。はい、力まない程度軽く手を握って、腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。2、2、3、4、5、6、腕を回す運動です。腕で綺麗な大きな円を描くように意識して、2、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動です。ここは指先まですーっと伸ばして、心地よく胸を反らせましょう。2、2、3、4、5、6、体を横に曲げる運動です。息を吐いて柔らかく曲げましょう。3、4、2、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動です。ピアノの音をよく聞きながら、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、体をねじります。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を上下に伸ばす運動です。腕を曲げて伸ばして、曲げて伸ばします。足を開いて上体柔らかく斜め下に投げます。正面で胸反らし、呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて大きく体を回す運動です。気持ちよく回していきましょう。よく伸びた上で大きな円を描くように、腰回りの筋肉をほぐしていきましょう。両足跳びの運動です。1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、開いて閉じて、腕と足の運動、呼吸を整えながらゆったりと動きます。2、2、3、4、5、6、深呼吸、深く気持ちよく息を吸って吐きます。気持ちよく体動かせましたね。さあまだまだいけるぞという方は第二体操いってみよう。ラジオ体操第二、両足跳びで全身をゆする運動から。腕と足の曲げ伸ばしです。脇を締めて腕をしっかりと伸ばしましょう。3、4、5、6、腕を前から横に開きましょう。大きく回します。5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動です。息をいっぱい吸って吐きましょう。胸を大きく反らして、横曲げの運動、弾みをつけて2度曲げます。5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動です。腕の振りに合わせて深く曲げて大きく反らせます。腕を振って体をねじる運動、大きく大きく小さく小さく、大きく大きく小さく小さく、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げます。表情は笑顔で楽しいですね。もう一度足を横に、
上体をねじりながら反らして、斜め下柔らかく曲げましょう。間違っても気にしない、気持ちよく体を動かしていきます。上体を前に倒して背の運動です。ここは胸を張ります。一度体を起こして倒しましょう。足を戻して両足跳びです。3拍子のリズムで軽快に跳びましょう。腕と足の運動、腕は前から横、力を抜いて振ります。深呼吸、深く息を吸って吐き切って、体も心もすっきりしてきましたね。まだ行くぞという方はラジオ体操第3行ってみましょう。ラジオ体操第3、元気よく笑顔でその場足踏み。1、2、3、4、5、6、7、8、大きくダイナミックに腕を振って屈伸運動。楽しかったね。また一緒にやりましょう。今日もいい一日になりますね。いってらっしゃい。